マコナコです。今現在このような状況になってます。緑が自らの勢力、さてここからどうするか。炎術と流氷が前回敵となったので、ちょっとこの辺り対応するのは難しくなりそうかなというのが一つ考えとしてあるんだけれども、まあ、それ言っていても始まらないので、なんとかやっていかないといけない。で、ある程度前回最後に移動は終えてるので、一旦敵の動向を見ながら次どうするか考えましょう。だが他の勢力が、いやーちょっと待ってくれ、やってくることないと言おうと思ったら、炎章が今自らやってきて、左側からはこれはやってくる気配がある。だからそれによってこれ結構左側が領土拡大できているので、これ黄金がかなりもう全土を制覇しようかという勢い。この辺り漢王朝と戦ってるような余裕もないようなね気はするんだけどね。で、今やってきたのはここか。これ1個ぐらい取られるのは仕方がないのかなということで諦めましょう。で、今この角度から上向かってるので、その過程で上も取れたら良いかなと思ってます。またね、挽回できたらという意味でね。で、一方これもこの方向、移動速度アップさせてもいいけど、ちょっとその後ね忘れる可能性もあるんで、通常の速度で移動。あとはこれだよね、これはここに行くかどうか。うん、これは移動速度アップやってる状況なので、次のターンあたり、あー、これ一気に行けるな。今行けないか、あー、いかんか、入ったらいかんかった。まあいいや、とりあえずこれでいいでしょう。このような感じで南はなんとかなる。ここは部隊雇うかどうかだよね。お金は問題ないんだけれども、雇ってここに兵を置くか。だからもう次のターンで多分これ見えないか、どれ、あ、いや、もう来るのは分かってるな、来てしまうので、となるともう一個手前側で部隊雇っておくか。一方この方向、ここ炎章がちゃっかり来てるので、ちょっと和平様子見ましょうか。どことできてどことできないか。炎章とやろうとすると、でもそれでも34だったならばいけるような気はするんだよね、値としては。んだが他劉氷は和平いけるかどうか。劉氷このじいさんも偏屈だから79となってるね、マイナス。いやー、ここまで劉氷憎いと思ったことは今までなかったけれども、次は炎術。炎術は41ポイントか。他は特段なさそうなので、こうは結ぶ必要があるところが、あー、まあ炎章行かないとダメだね。これ悩んでいても始まらない。移動距離、うん、これをまずそばまで寄せて、鍵でここを狙う。でも逃げる可能性があるから、いや逃げなかったぞ。なんだろうな、黄金舐められてるのかな。結構逃げないパターンが多いんでね。これは外でやらずに中でやって壊滅まで追い込んだ方が良かったかもしれない。文集いたのか。もうこの顔だとね、どういう武将かがよく分からなかったから外で終わらせてしまったけれども。で、炎章を逃げていく。で、この紅葉がセットになるというわけでもなさそうなので、行ってしまいたかったけど無理か。まあだがこの辺り炎章を追い払えるのは大きい。一方ここどう考えればよいか。この辺り南から上がってこれるので、ならばもう一気に中に切り込むか。これうまくいけば別々で行ってもなんとか対応できると思う。もしくはここはもうまた兵数増やす。騎馬隊も2ぐらい雇おうかな。総兵2つ、騎馬2つ。これかなりもう高い兵が雇ってるので、ここは総兵2つに馬2つなんだけど、その余裕はなさそう。
もうがっつりと高い兵科も雇ってガンガン攻めていきましょう。そしてリフォーム、これはどこ行けばよいか、まだまだ何か方向性がね全然つかめないかのような状況、ちょっと悩んでおきます。もうどれを選んだらいいかわからないので、まずこの場所、多分地高将軍選べるようなものだと思うんだけど、うん、この地高将軍を選べるような状況にやっておいて、ここの部分をなんとか完成させる。その後またどこか選ぶか。キャラクターのもう忠誠度も上がってるので、かなりいい感じになってるので、ここら辺忠誠度上げることはしなくても大丈夫そう。となると何を上げていくかというね話になってくる。では全て終わったはずなので進めていきましょう。炎症も追い払いそうだね。これは帰っていくね。紅葉も帰っていく。だが一方劉氷がその角度から来る。で2部隊で来るということなので、あの辺りはどうにもならないな。そして炎症北の方からも、いや違うな、これ炎術だな。炎症と炎術の攻撃も厳しくなりそう。だが今西の方から劉氷の拠点取りに行ってる気配があったので、あの辺りなんとかなれば面白いんだけど。ならばこの辺り、鍵ともう一人の部隊、この辺りは東が行くんじゃなくて、やはり守りでここら辺動かさないとダメかも。もし敵がセットでやってくるんだれば面白いんだけど、さてさてどうなることやら。このような感じで、 あとは刀剣でね、刀剣もここにいるんで。だがその前にこれ柵雄は倒せるん、いやこれ海か、海だったか、ちょっと気づかなかったな。倒せるんじゃないかと思って寄ってったんだけど、これは刀剣はフルに兵数いるから、柵雄狙いつつで行くか、別動隊として素直にこの方向行くか。手前側で止めましょう。一方この方向問題なく、そかそか、移動速度アップのままだったので、それを切り替えて、あれなんかあっさりとあっさりと敵の拠点取りましたね。で次は上と行くんだけど、あ、こんなこともあるんだ、中で戦いが全く起こらないというパターンも。でこっち側か、こちら側もなんとか進めていきましょう。これも北上、なんとか奥まで行けそうな気配もあるけど、全部平らげてから北の方を目指します。となるとこの下の方も部隊をもう一個雇わないとダメかも。この部隊を戻すという手もあるけど、ちょっと西は取られる可能性が高い。ではさらに進めていきましょうか。紅葉がまたうろちょろやっている。でここはもう仕方がない、川を挟んで登ってこられると困るんだけど、そのような気配もないので。いや来てるぞもう一個。劉氷は部隊たくさん抱えてるね。炎術が帰っていくけど、一つの部隊が中に切り込んできてる。劉氷がうろちょろやってるだけで刀剣は帰っていく。柵雄は逃げていくけど、これ追い切れないな、さすがに。部隊数少ないから一気に行ければいいんだけど、これは何だろうな。いやこれ難易度上げろってまた来たね。いやいやもう普通にクリアさせてもらいたいんで。多分あれだろうね、この今のターン数というか年数、それと見比べて進行が早ければあのようなものが出てくるとか、多分そんな感じかなというイメージはあるんだけれども、どういう基準でやってるかがまだね把握はできてない。あーこれ追いつかんかな、というかもう陸に上がられてるので、追いつく追いつかないの問題ではなくなっている。ここから、あー一旦かかるのか、いけたら面白かったんだけど、すごいギリギリまで来てるんだけど、ダメなのかこれでも。ではここ北上していきましょう。南側はまあどこかで一つ部隊作って後で行くような
状況で良いと思う。届かない。で、一方この方向、これはここ取りましょう。いやー、取れない取れない取れない。2部隊いるな。いや、他じゃあもう一つ部隊待たないとダメかも。で、走行していたらこれ上から交渉が拠点伸ばしてるんで、天と人と、そしてこの西側は地があるので、これはいい感じに黄金が勢力伸ばしてるかのようなね状況。あと、まずこの方向ブリを取って、ここから先が今のところは読めない。劉表がどの程度やってくるかによってしまうので、We will bring righteousness to this settlement. で、もう一つこの方向、ここら辺はね、山が入り組んでるからなかなか先に進めないんでね。もう一つ南側か。こっちで行かないと厳しいかな。逃れられたが、ここだと届くぞ。しかもこの拠点からも兵が出るんで、2部隊で倒すかのような状況になっている。Let the people rejoice in our victory. 全部敗走にさせている。いいね。しっかりと討ち取ってくれた。このターンでは動けない。で、一方これを移動速度アップやって、この中入れる。これで対応はできそう、こういうは。で、こういうがいなくなるんであれば、これ上から行って、挟むような状況に持ってきたらいいんだけど、となるとこれをそばに置いておかないとダメ。では様子を見ていきましょう。トービンが向こうで荒ぶってるね。こういうは帰っていったと思ったらまた一つやってくる。ここだな問題は。で、南の方来るので、あれ、この調査取られたらダメなんじゃないかな。どういう扱いになるのか。また取られたらなんかやり直しになりそうだね。これは敵部隊やってきている。勝てる状況ではなくなった。多分部隊雇ったんだろうね、これね。退却、まあ退却してもう一個別のところ狙うという手もあるし、あ、なんか上行ったね。さて、ここにも刀剣がいる。刀剣は外交を結べないか。ピース、こういうとか刀剣は無理に戦う必要もないので。50か、チョコ材だな。こういうは40ぐらい。まずここ取りましょう。漢王朝を滅ぼすために。まあそれのためにね、黄金戦ってるようなもんだからね。で、続いてこれは下がいたので下の方行きましょう。結局向こうは部隊が一つしかないから守れる場所は一つという。なのでその隙を狙って、でこれ投石があるから、まあ投石使って攻めるというのも一つの手で、これだよね。あ、これ挟んでここを終わらせるか。鍵は上か下か。上かな。演術、これも倒しに行きたいけど、どうせ逃げると思うので、ならば行かなくても。ここまで寄せて、この部隊投石があるので、これで2部隊で行くとどうなるか。これでも勝てないになるか。ナイトバトルできればよかったけど。では中で行きましょう。いや、中じゃないな、外になってるぞ。では行きましょうか。そっかそっか、拠点戦だけれども外扱いになってるという状況。あ、これ舞台動かしてなかったな。こっち側に寄せておきましょう。で、歩兵系
前に置く。早めに敵を潰していく。こっち側援軍来ているね。もう早くも特に投石がどこまで早く届くか。これグループ化やって全部出揃ったかな。まず前やっておいて9兵も前の方やっておく。 あとは適当にグループ組んで前前と。ここをなんとかできるかどうかで戦いが決まってしまいそう。もうここら辺投石打ってるので、で部隊倒せそう、そんな気配がある。ここら辺狙っていくかな。うん、早くも敵回想だが、あの部隊を倒してもどうにもなんないっていうね。敵の9兵か狙うのはやっぱり、それとも歩兵系か。こっち側9兵が少ないので、そこら辺どう考えればいいか。こっち側右翼は強い歩兵がいるんで、この辺りは何とかなるでしょう。でこの2部隊馬奥に向けます。投石は向こうの投石はもう間に合わないな、どう考えても。でこの方向の総兵右側に馬部隊来てるんで、こっち側守りに行ってもらいたい。さらに行かないと投石がやられる。さてここら辺の技敵の足止め、他使えるのは今のところ特にない。あんまり総兵と歩兵相性良くないので、早めにこの総兵が行ってもらいたい。部隊向けたいけれども敵部隊ここ倒した。敵の9兵をここら辺で一網打尽にできるんであれば大きい。さてまだまだ動くわけにはいかない。ここら辺総兵ようやくやってきた。こちら側は投石がまだまだ、うん、もう突っ込ませた方がいいのかな。この辺りはの大将もとっとと行きたいんだけどね。これここら辺歩兵が多いから変に行くと引っかかってダメになりそう。こっち側の9兵もこの辺りで止まって撃ってもらいましょう。一部隊回想になっている。うん、だがここら辺引っかき回していることによって敵の9兵の攻撃が和らいでるんで、ここら辺の歩兵がちょいと厳しいか。I dearly hope your blade is sharper than your wit. そろそろ。ああ、ダメだな。ダメだな、奥行くか、これ。ああ、と、ここの騎馬隊を外さないと。ああ、なんかうまく外れないね。単発で動かす。もう一個の騎馬隊も。違うな、こっちをこう。こっち側の騎馬隊をこの辺り。ここら辺技が使える。投石一部隊も割ってる。ここら辺奥どんどん行きましょう。投石は間に合ってない。でもう一個の部隊のここら辺どう詰めればいい。そこまでなんか今動かさなきゃいけないような状況にはなってないんでね。こっち側もなんとかなりそうな気するな。一つも倒せてないね、まだ。敵の動き止めて、このやってきたの。こっち側はちょっと崩れたか。一方この方向、ああ一つ退却になっている。だが復活したんだけど、無理に行かせるわけにももういかないんでね。どうするかな。こっちがキープしてても始まらないんで、もう奥行きましょう。ちょっと守りきれそうにない。
ここら辺のみが頑張ってくれれば、で総兵が敵の騎馬隊を狙ってくれれば、ここら辺ももう弓矢がない状況。なんとか敵の大将を狙ってもらいたいんだけど、引っかかってるね。敵の足を止めて、また技も使って、この方向もパッとしないんでね。これなんだろうな、なんで移動ができてない、こっちが引っかかってんのかな。あーと防御力下げる技を敵がやってきている。ここら辺も回想状態で、なんか向こうでのんびりやってる部隊もいるし、でここは全員でここの大将を倒しましょう。なんとかこちら側に抜け出てもらいたい。足止まってるね。投石も敵は弾がないんで無理に狙う必要ないでしょう。あの辺りはここら辺前に向かってきている。一部隊退却。この方向はこの弓の部隊後ろつかせる。ここら辺囲まれてるんでね、もうね諦めましょう。で投石はどうなってる、これ投石もこの辺りで足を止めて、動き止めて、あとは勝手に打ってくれることを願って。どうだ、動かないか。これ止めた後に即座に動くかどうか。動く気配がある。一部隊また回想になってるね。ここ対象レベル全部くっつけて敵の対象を狙っていきましょう。あー向こうが復活してる。あの復活してるのを倒しながら、騎馬隊も復帰してるので、でこの大将も復帰している。この騎馬隊をどこか向けたい。だが向けられそうなところがないんだよね。奥に向けましょう。確実に一体一体敵の大将さえ倒せばなんとかなるとは思うんで、敵の動きを止める。あと 3.3K 長いね、こんな5人で囲ってるのにもかかわらず 2.3K。 うん、投石がうまく効いていればなんとかなりそうな、勝てそうな気配はある。この大将逃しましょう。これも徐々に下げるか、この辺り。この大将倒し終えてる。徐々にだけれども状況改善してるので、で向こうの投石さえなんとか粘ってくれてれば負けることはない。いやー、なんとかなりそうかな。この辺り少し整いたいけど、全部持ってくるのは大変そう。一騎打ちはどうだ、これ。この武将耐久とかがわからないんでね、即座に判断できればよかったけど。どうするか、これ突っ込ませてもいいし突っ込ませなくてもいいしで、また大将復活。あとは投石に全てをかけて、多分放ってるマークはあるので打ってくれてるとは思うので、そこら辺はお任せで。まだ 4.6K と結構耐久はある。徐々に詰めていきましょう。技がっつり使いましょうか。敵の動き止めて、技をガンガン使ってとっとと追い払う。
今別の後ろから来てた部隊の足も止めて、使えるものは全部使っていく。だが今モラルが一気に下がったね。多分これで追い払えそう。後ろ側から一部隊はやってきてるけれども、階層まで追い込んだ。あれを全部耐久減らすのはことなので、それ以外を狙っていく。うまく当たらなかったね。投石はもう全部射程内に入ってるので多分問題なくはいけると思うんだよね。騎馬隊はもういないか。騎馬隊いたらこっちが向かわせようと思ったけど、武将倒されるわけにはいかないから、ちょっと赤いのは、あ、なんか耐久回復したな。いや違うか、ゼロだったのが、何も減ってなかったのが今少し増えた感じかな。ここら辺先にモラル下げて、とっとと階層まで追い込んだ方がいいような気がする。一つまた階層まで追い込んでいる。次はもう一人階層中の階層しそうなね、舞台を向けて。いやーでも復活してるぞこっち側。だから味方に合流することによって周りの能力上がるんで、そこら辺狙いましょう。これ何もやってないのになぜか階層してんだけど、これどういうことだ。もう一回技使う。まだまだ弾の数余ってるんで、うまく敵を狙ってることを願って。で、敵の軍師はアーマーの値を下げるという能力があるんだけれども、逆に技を使えなくするという効果は持ってないんで、そこら辺でなんとかなりそう。敵の動きを止める。技も使っていく。敵大将倒した。敵の動きを止める。まだ対象レベルが耐久あるので、そこまで難しくはないと思うんだけど。投石の弾がなくなってる。どんなもんだこの対象 2.3K。 敵モラルはもうマイナスになってるんで、階層に今なった。あとは徐々に詰めていけば使えないね。まだかまだか。あと600 542。早く倒しきってほしい。倒しきった。あとは敵のもう一つの軍師、これはこっちのアーマーの値下げる能力あるから、とっとと倒さないと周辺が崩れる可能性がある。ここら辺いくつか部隊中に入ったならばステータスアップ、あっと思ったけどできないか。まだ敵と接近してないような状況、使った扱いにはなってないはず。敵対象帰ってくね。いや崩れたね、これはもうほぼほぼ。あとはここら辺をかき混ぜれば。だがまだ戻ってくる気配がある。少し下がってからの後ろから突進。でもこういう時一気に崩れる可能性があるからね、怖いんだよね。その理由が分かればいいんだけど、分かんなかったりするから。ここら辺も詰めましょうか。プラスの効果何か得られるでしょう。別角度の敵に向かって今突進仕掛けて2部隊回想、もう一つも回想、全部いったかなこれで。いやー危なかった。敵の今足を止めて
これで無事勝利。ここの戦い制したのは大きい。これで2部隊プラスアルファ、この拠点の兵も減らすことができている。オーロを捕まえたんじゃない？これそんなことないか。ああ拠点制圧もできてますね。ここにいる部隊あれも倒せるんであれば倒そうかなと思うけど、今消えた。ではこれ倒しましょう。いやこれでオーローもほぼほぼ終わるでしょう。あとファクションデストロイになってるから今ので滅ぼし終えたのかな。そっかそっか、これは交渉がやってきてるからそこら辺でも倒し終えてたというような状況でしょう。んで今度こっち側、どうやっていけばいいか。この部隊を向けるか、それともで向けて、あ違うな、ここにもう一個あるから、ここセットにしてからの搾油取って、もう右側海岸沿いを登っていく。一方この方向の部隊、ここをどうすればいいか。そっかそっか、来てるんでね、こっち側にね。でこれ移動速度上げて一気に詰め寄んないと。もう一個この部隊はここを取っていく。何回あそこは部隊を雇わないと厳しいかもしれない。今お金もガンガン溜まってるんで、ここだよね調査。ここ取られるわけにはいかないから雇いましょう。そして氷をこれ接してたね敵ね。ここ氷を取られるのもしょうがないかな。でここ流氷のここの部隊を倒したらまた北上して取り返す。では進めていきましょうか。ここら辺がどうなるか。ああまた劉備の部隊がやってきてるね。上の部隊向けるか。移動距離長いぞ。こういうも2部隊追い払っても追い払ってもキリがないんだよね、この辺り。今2部隊でやってくる気配があった。で炎術は帰っていく。炎術だけでもこうは結ぶか、もしくは劉備をなんとか結んでしまうか。あんまり張飛とかと戦いたいとは思わないので。張飛も入ってるね。これ刀剣ごときにやられようとは。ここら辺もまたなんとか外交やりましょう。あんまりやりたくないけどね外交。和平元劉備は、あこの段階になって和平応じないになってますね。刀剣は結構ふっかけられる。逆に炎章はいけるんじゃないかな。いけないね。30ぐらい要求されてる。劉表は60。このじいさんだけはね本当にねあらゆるプレイで邪魔をしてくるので、どうしたものかというそのような状況なんだけど。そして今黄金交渉がどういう動きをやってるかがわからない。これはいくら倒してもキリがないような気がするんだよね、ずっとやってても。まあこの北上する部隊、これがうまく効いてくればまた良いんだけれども、これ部隊いるはずなので。あでも兵数が少ない。これ包囲やって敵が出てきたらなんとかなるかもしれない、この部隊だけで。で一方刀剣と劉備か。今お金がマイナス状況なのであげるかな。たこれちょっと税収上げて。一方南側は結構漢王朝が勢力広げてるんでね、まさかここまで行っていようとは。一方ここ
部隊やってきてるので、これ追い払いましょう。通常形態に戻してから。逃げるか。こっち側に部隊いたからな。どうするか、そのあたり。この部隊で襲えるようであれば2部隊で行けるんで。でもやっぱり他の部隊がいたので、今それが出てきてるような状況。ナイトバトルはできない。投石たくさんあるから、それでなんとかなればといったところか。だがここは戦うべきじゃない。城周辺でなんとか迎え撃とう。そうすればなんとかなるかもしれない。兵を雇うほどのお金はもうないので、増やせないんでね、こっち側は。なのでここの拠点の兵で。だがこれが調査の上の方に行かれると対応が難しくなる。これ外交で京都に何かできないかな。京都に攻める場所、これ劉表を攻めてくれみたいなことをやれば攻めてくれる可能性あるんでね。ここでセレクトターゲット、ここ選べないか。これは劉表と戦闘状態でないから選べないと取るべきか。となると炎術の方を攻めるというのもちょっと無理か。ならばここで交渉の方、従属じゃなくて合併。 Welcome。これで多分合併されるはずなんでね、自らの領土にこの交渉の場所がなった。でこれでこの角度から劉備とかの拠点取っていけば、うん、ここら辺強い部隊がいくつもいるんで、そうなると帰っていくと思うんで、他の部隊がね。劉備のところ行きましょう。刀剣も落としいね。どうするか。刀剣、ここにいる部隊を倒すか。そしてそれによってこの黄金系武将が使えるようになった。この交渉のもう一人の武将ってどれかな。それが分かればいいんだけど。関羽がそうなのかな。そのあたりも後々確認やっておきたい。まずこれ。こういうもうチョコ材だったからね、ガンガンと攻めていきましょう。でうまくすればもう一個西側にいる別勢力も仲間にできる可能性があるので、そのあたりも狙っていきたい。多分まだ接してないからそれができないと思うんで、そばに寄れば、隣接すれば今みたいに合流できて一気に楽になるかもしれない。いいね。これはどうするかな。こっち側で、あ、これは動かせない。こっち側でここを狙う。劉備の拠点からだね。張飛があんなね、出張ってくるからね。これによって他はどこだろうな、部隊。それぐらいか。で上の方も取ってるので、でもね、これ自分がこの拠点を制圧すると敵が当然攻めてくる可能性があるから、自分が扱ってないとね、その方向行かなかったりするけど、自分が扱い始めると全部が寄ってくる可能性がある。ここら辺はこういうの舞台を一つ一つ潰しながら進んでいけばと思ったけれども、届かない。一方この方向、この舞台だけでは倒せそうにはない。あ、全部で寄せるか。だが南の方もできれば対応したかったので、
こういうごときにこういう時間をね使うことになろうとは思いもしなかったけど。 When justice triumphs, revelry awaits. さてこういうよその首をもらいたいけどもらえなかった。ここでね、この南側から崩されそうで嫌だ。嫌だと言っても始まらないんで、なんとかしなきゃダメなんだけど。消費と刀剣。では今回はこれで終えたいと思います。なんとか好転が全土を覆うかのごとくのね、状況になってますけれども。あとはこの宋を倒して、泰山領地、これ、趙燕かな？趙燕倒してれば終わると思うので、それ狙っていきたいんだけど、予断を許さないのが今の状況。果たしてこれでやってきるかどうか、この続きぜひまた次回以降ご覧ください。ではでは。